こんにちは、大チャンネルです。今日はロープの長さについて解説します。最近ロープの長さは何メートルですかという質問をコメントで多くいただきます。そこで今日はその答えと理由について解説したいと思います。それでは実際にタープを張りながら解説していきます。今日使用するタープはこちらの DD タープの 4×4 メートルです。それでは四隅に仮止めのペグを打った状態から始めます。通常このようなタープを張るときは片側に4本両側で合計8本のロープを使います。ロープの長さは4メートルくらいにするのが一般的です。ですが私は短いロープを持っていないので、いつも使っている10メートルのロープを4本使用し張ってみたいと思います。それではポールを立てていきます。まず適当なところにペグを打ちます。適当といっても地面に対してロープの角度が45度くらいになるような位置にペグを打ちます。45度より小さい分にはいいのですが、45度を超えてしまうとタープの強度が下がります。ポールの長さは2.2 メートルくらいに調整します。次にロープを用意して半分に折ります。そしてロープの真ん中にバタフライノットを作ります。バタフライノットはまず手に3回巻きつけます。次に一番左側にあるロープを右側に持ってきます。さらに左側にあるロープを右側に持ってきて、それを手に巻きつけてあったロープの輪の中に引き込みます。そして縦に引っ張って左右に引っ張ります。完成です。このように強いテンションがかかっても両端をこじれば簡単にほどくことができます。バタフライノットはこの形に整えてからテンションをかけるようにします。このような形で引っ張ってしまうとほどけなくなってしまいます。必ずこの形に整えてから引っ張るようにします。ポールを立てる前に仮止めのペグを抜きます。向こう側のペグを残したまま立ち上げるとポールが安定します。ポールの先端をループに通しロープをかけます。ポールを立ち上げてロープを張ります。片方のロープを足で押さえるとポールが安定します。オートロック式のトラッカーズヒッチを作ってロープにテンションをかけます。オートロック式のトラッカーズヒッチはまずロープを手前にひねります。もう一回ひねって本線を折って輪っかの中に通します。先端を支点にかけて今できた輪っかの中に通します。そしてもう一回輪っかの中に先端を通して引っ張ってテンションをかけます。そうすると結び目でロックされるので手を離しても緩みません。緩めたいときは反対側に引けばこのように緩みます。このように長いロープを半分に折って使えば1本のロープが2本分の役目をしてくれます。次に真ん中のループにペグを仮留めします。そして両端の仮留めのペグを抜きます。ペグからループを外してポールを立てます。このようにすれば一人でも簡単にタープを張ることができます。ロープのテンションを強めてほどけないように引き時計の一結びで留めます。それでは次にガイロープを張っていきます。先ほどと同じようにロープを半分に折って真ん中にバタフライノットを作ります。ポールの先端にバタフライノットをかけます。届かないのでポールを傾けてかけます。次に角のループにハイウェイマンズヒッチで結びます。ハイウェイマンズヒッチはまずロープを折り曲げて持ちます。対象物にロープをかけて本線を輪っかの中に通して先端を引っ張ります。次に先端を折り曲げて輪っかの中に通して本線を引っ張ります。完成です。ほどくときは先端を引っ張れば簡単にほどけます。ペグを打ってファリモンドフリクションヒッチでテンションをかけて固定します。ファリモンドフリクションヒッチはまず支点にロープをかけてロープを向こう側にひねります。そしてできた輪っかを本線に乗せて2周巻きつけます。次にロープを折ってできた輪っかの中に通します。そして結び目を向こう側に押してテンションをかけます。完成です。このようにきれいに4本並びます。先端を引っ張れば簡単にほどくことができます。ハイウェイマンズヒッチはロープのどこにでも引き解けの結び目を作ることができるのでとても便利です。ファリモンドフリクションヒッチは先端を引けば簡単にほどけるので素早く撤収できてとても便利です。自在金物くらいの強度があるので外ロープの端末の処理に最適です。このように外ロープを張るときも1本のロープで2箇所分のロープワークを行います。屋根に沿って張ったロープの長さは結び目のループの大きさを変えることで調節できます。完成です。このように通常の貼り方とは見た目が少し違いますが屋根に沿ってロープを張っているのでロープが邪魔になることはありません。ロープを切りたくない方は試してみてください。最後にロープの長さはどれくらいが良いのかということについて私の考えは大は小を兼ねるロープは長ければ長いほど良いということです。今回は10メートルのロープを4本使って張りましたが、私個人で楽しむときは30メートルくらいのロープを2本で張ることもあります。 100m くらいのロープであれば1本で張ることもできます。長いロープは他の用途にも使えるので、数本持っていればいろいろな場面で役に立ちます。はい、今回は以上となります。この動画が役に立った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。